はい、あだちです。今日一日どんどん見たわせしてワクワクだらけでいきましょう。今日は仮想通貨の話しようか。暗号通貨、仮想通貨。もうさ、今もメールが来てさ、開けてみたらさ、またその仮想通貨のなんとかコミュニティとか、仮想通貨のなんとか検定だ、新しい仮想通貨ができますだ、そんなメールばっかりだよ。最近入ってくるメールは。仮想通貨どうですか？暗号通貨どう思います？いやね、いや、まあ、発明自体俺はすごいと思いますよ。多分世界をちょっと変えましたよね。そしてそれによってとてもこう便利になったなと思ってる、送金が便利になったなって方はたくさんいますよね。だから俺全然いいと思うんですよ。仮想通貨も暗号通貨、まあ言ってること一緒ですよね。とても素晴らしい発明、世界をちょっと変えた、とても偉業だと思ってるんですが、俺はその裏にある楽して稼ごうみたいなものだから本当嫌で、なんかみんなさ、ここにも書いてあるけどさ、5年間で10万円を13億に増やした男が教えますみたいなさ、なんでさみんなさ楽して稼ぎたいの？いや、それは楽して稼ぎてんか。いや、なんかさ、ちょっとこう楽してちょちょちょいって稼げるかもしれないとかいうのがもう妄想だよ。楽して稼ぐのやめようよ。苦労して稼ごうよ。苦労して稼がなきゃ意味ないじゃん。いや、って言うとね、いや、それは矢部さんはもうひとしきりちょっと稼いだから言えるんですよ、そんなこと。稼いでない私たちはどんな方法であれ楽で稼げるんだったらまずは稼ぎたいですみたいなこと言うんだよ。その性根が間違ってんだよ。ちょっとでも楽して稼ぐ方法とか思ってるから失敗すんだよ。いや、ほんとね、俺のセミナーとか講演会とか聞きに来てくださるのはほんとありがとてもありがたいんですけども、多くの人がもうひとしきり全部アフィリエイト、セドリ、物販、それで仮想通貨、みんなそういうのにハマって全然稼げずに。こないだも俺のさ、比較的近しい友達でさ、仮想通貨言ってんだよ。で、その足立さん、今回これは間違いないです、もうなんとかかんとかです、もうあとなんとかだったらお金があるとなんとかなんで、足立さんお金を貸してください貸してくださいとか言うんだよ。もう絶対に騙されてるからやめな、絶対に騙されてるからやめなって言ってるのに、いや今回は本物なんですって、その人、俺はお金貸さなかったんだけど、親戚縁者とかお友達、俺以外のお友達からお金借りて最終的に騙されてるよ。500万ぐらい、もう本当にお金ないんだけど、 PP なんだけど、もう本当にあちこちで金集めまくって突っ込んで、ゼロだよ。いや、これはね、俺別に仮想通貨が偽物だっつってるわけじゃないからね。現実に俺のお友達で仮想通貨で10億ぐらい儲けたやついるんだよ。そいつはもうだいぶ前から仮想通貨とか人々が言う前から手出してて、そいつ本当に10億儲けてんだよ。でもそいつはみんなが気づく前にアンテナ張って、海のもんとも山のもんとも分かんないものをに自分の時間と労力をと能力とまたお金もかな、投資したから、まあ今10億になってんだよね。いや、だからごめん、何言いたいのかっていうと、別に仮想通貨は別に悪くないですよ、いいと思いますよ。暗号通貨ね、だとかコインなんだか知んねえけどさ、それは別にいいと思いますよ。ただそこに見え隠れする、できるだけ労力を払わずに楽して儲けようっていう考えはやめようよ。俺のお友達で仮想通貨やってるやつもいっぱいいるんで、だから俺は別に仮想通貨否定してませんからね、全然いいと思うんですよ。ただそこに見え隠れする多くの人がちょっとでも楽して儲かっちゃう、汗水垂らさずに持ってるだけで増えちゃう、5倍になっちゃうとか、そういう風潮側はやめない？そんなんでお金儲かったって
嬉しくないでしょう。いやそれやめて、立正名手収受けの持ってるけれ言うのであって、方法とか関係なくてちょっとでも儲けたいですってまあ言うんだけど、けどさ、そしてそんなんで儲けたって何の身にもなんねえじゃん、身につかねえじゃん、再現性がねえじゃん、宝くじ当たったのと一緒じゃんみたいなことを思うんだよね。ちょっと余談だけど、先日ヘンリー・シュガーのワクワクする話が面白いってどなたかから推薦していただいて読んだんで買って、まあまあ面白かったんだけど、それもヘンリー・シュガーという主人公がね、トランプの裏側がこう透けて見える能力を手に入れちゃうわけよ。そしてやーべえこの能力あったらカーッつってカジノに行って勝つわけよ。やーべえもう百戦百勝、カジノにバレないように毎日場所を変えて上限これ以上儲けないようにして、やべえ毎日稼ぎ放題キャーッつって儲け始めるんだけど、もう3日目ぐらいからねえねえねえ全然面白くねえ、金なんかいくらでも手に入るけどやってて面白くねえみたいなことに気づいて、でもその能力を使って、まあ、その後どうするかみたいなまま話なんだけど、まあそれいいとして、でもさ、なんか楽にさ、楽して楽して汗水かかずに稼ごうみたいなのやめようよ。俺はだから俺の講演会聞きに来てくださった方はみんな分かると思うけど、俺は必ず言うじゃん、あのものすごい大変だよと、でもここはあなたの人生の中でやるべきだから、俺は私はあそこでやったっていう自分を手に入れるためにもう死に物狂い、もう死んでいいから死ぬぐらいやって、あの寝てるだけでチャリチャリとかそういうのはないからね俺のところにはっていうのはいつも言うじゃん。そしたら身につくじゃん、頑張りとやり方が。運よく寝てて金が10倍になったら、まあそれは目先はいいかもしれないけど長い目見たらよくないよ、うん、ね、苦労しようよね、ね、ね、うん、まあちょっとごめんなさい、今たまたままたもうほんと最近仮想通貨のメールばっかり届くからね、まあ頑張ってこう。なんだよなんだよそのまとめ方、頑張ってこう、苦労してこう、苦労が実るよ、手抜きはやめよう、人生の手抜きはやめよう、自分にも言い聞かせました、頑張っていきましょう、ありがとうございました。